ここです、マイアミさんこんにちは日本は今夜ですよもう23時が来ますよ眠たいですまあ休むための前にねメッセージ返信させていただきますえーっとねまずはね あのポップキットなんですけども、あれは iPad 専用のアプリなんで iOS なんですけども、その中でも iPad でしか使えませんので iPad で作るようになっています。まあ、その代わりね、すごく使いやすいんで iPad をわざわざ買うところまで行かなくてもいいと思いますけども、もしね、お持ちでしたら iPad でやってみてほしいなと思います。Android とかはないですし、スマホもやりにくいし、パソコンではできません。えというのが一つですね。で、次に著作権の問題です。 えっと、お察しの通りあの、人の画像を勝手に使うことは著作権にかかりますので、私もお勧すすめしません。ですんでね、私の作っている画像って、あのー、もうお分かりだと思うんですけどもね、どんなのがあるかと言いますと、もうこ、こういうのね、これ。これだから著作権、自分が持ってる、要するにデジカメで撮った写真とか、スマホで撮った写真を使ってるわけなんですよ、基本的に。えっ、ー、と、アイテムっていうところで、画像を見ると見れるわけなんですけども、 私の撮った写真ばかりです。ね、これもそうですし、これもそうですし、これもそう、ね、これもそう。画像検索で引っ張ってきたのをね、あの例えに出したのが悪かったかもしれませんけども、基本的に私は自分で撮った写真を使ってますので、えー、著作権的には問題ないかなと思います。で でもインターネットで拾ってきた画像を使う場合はまあ申告罪ではあるんでほとんどの場合が気にしなくていいんですけどもただそれをねたくさん使って収益化するためにやってくるとおいつね警告が来るかも分かりませんのでそれはねやっぱりできれば練習の時は拾ってきた動画でいいんですけども実際に使う時は自分の撮った写真を やっぱりね、加工するようにした方がいいかなと思います。これが私の見解でございます。はい。で、FX の方、25日にプレミアムセカンドが始まりますけども、それまでにね、操作法を覚えていただきたいと思います。FX は本当にね、毎日やってても、まあ、飽きないというか、必ず発見があるんで、新しい学習意欲がどんどん湧いてくるかなと思います。で、今回ね、プレミアムセカンドということで、用意どんでまた始めれるのは私としてもすごく嬉しいなと思います。私の場合はプレミアムも、 同時にみ、皆さんと始めさせていただきましたし、その前のね、えー、個別コンサルもお同時と言いますか、私一人でやってましたんで、いつもリアルタイム、なんかね、やっぱり、ね、リアルタイムでやってるっていうのが、なんか最も気分が乗るような気がします。もちろんね、あの、録画とか、YouTube の動画で学ぶことも十分できるんですけども、やっぱ私の場合はこっちにリアルな、あの、今の画面を出しておいて、チャートの画面を出しておいて、こっちにコンサル用の画面を出していて、両方同時に見ていくっていうのが、 最も学びやすくて、リアリティなんでしょうね、きっと。すごくいいなと思ってますね。はい。えー、それで、マイアミも暑いと思いますけども、日本もかなり暑いです。えっ、ー、と、朝5時にはね、エアコンクーラーをガーッとつけてですね、それからこの時間までつけっぱなしです。でも、たまに他の部屋行くと、エアコン効いてる部屋ほとんど他の部屋効いてないんで、暑いですね。すぐにね、こう、つたーっとね、汗が出てきます。もうこんな暑い中でね、もうすぐ夏祭りの準備があるんですよ、朝から晩まで。 で準備やって夏祭り実施してそれから夏,夏祭りの片付けしてって3日間ぐらい炎天下の中にねもうかなり焼けると思いますし多分ね脱水症状で倒れるる人も出るんじゃないかななと思ってます、うん、なんか複雑なもんがあってこういうね昔ながらのお祭りとかねすごくいいなと思うんですけどもこれを運営する方がねやるのは、うん、しかも無償でやるわけですよ。 危険提案でも何もないですからね。こうやって昔ながらの、まあ近所の人が集まってやってきたものっていうのはそれなりにいいんですけども、この時代にはあんまり向いてないのかなと思ったりしますね。まあとりあえず一通りやってみて私も町内会のことやってみて、やった上でどうするかっていうのを来年再来年とかね、決めていける立場になれるといいなと思っております。では、以上です。